なんか俺も全然知らなかったんだけど、今回の延長ですごい分かったのは、例えば保育学校の専門学校とか行ってると、実習で毎日なのか1500字のなんか手書きのレポートを書かされるみたいな筋肉痛になりますね、筋肉痛になりますね。俺今日どっかのビザの申請でなんか警視庁に行って指紋を採取したんですけど、その時になんか申し込み書みたいなの書かされて、はい、うわ久々にこんな文字書いたわみたいな。あすごい、僕中学校3年生ぐらいから多分手書きで1500字まで書いてないですよ一回に1500字ってすげえな、マジ。入学試験でも書かないじゃないですか1500字、書かないですね。すごいな。いやだからなんかそういう非効率が結構、ま、なんか手書きのなんかレポートをそのなんかこうお母さんに書かなきゃいけない。根性と写経でできているからね、この世の中。根性と写経ね。根性と写経ね。本当に。だって、なんだっけ、就活の手書きのやつもそうじゃないですか。根性と写経ね。写経ね。写経でできてる。写経ね。写経意味ないですよね、本当に。コピペで済むことなんで一日手書きさせるんだろうと思って。あ、そうです。俺んちの住所とかなんか別に Facebook でさ、やらせてよって思うじゃないですか、全ての申し込み。あの時間全部足すと年間3日ぐらいあるんじゃないかな。今日でもいいキーワード出たね、根性と写経とくら寿司とウーバー。ウーバーお役所の仕事はほぼほぼ写経ですからね、スタンプがあれば終わるって、二次元バーコードが貼れれば1秒で終わる仕事しかない、僕大学行って予算執行手書きのサインが必要なんですよ、はい、大学行くと領収書500枚とかって全部サインしてますよ、それ大変ですね。1週間に1時間取られてるから、1年だと3日分ぐらい多分僕サインだけ書いてる時間がある。もったいない。もっと写経だよね。クソウケる。でも多分そういうところがものすごくその給料が上がらない原因な、多分構造的な多分問題になっていると思われますが、なんか自分でやりたいとは思わないから、やりたいとはその保育園経営をすれば、あこうやれば給料上がると思いますよって見せられるとは思いますけどね、見せられると見せられるし、モデルケースもあると思います、うん、ただまあ根性と写経が好きな人はね、なんかスマホゲーがやめられないようにね、根性と写経やるんですよ。あのスライムはやっぱり殺したいって思ってるから、もうずっとスライムをね殺して経験値稼ぐってことする、うん、本当にあれパチンコです。半分はねハマってるからね。あだからそういうことなのかな。写経好きはいますよ、確実に。写経好きなんかハマっちゃうんじゃないですか、ちょっとハマるのかな。あれ僕は嫌いですけど、ただね、なんか漢字の書き取りとか永遠に書いてたいっていう子いるんじゃない、いないかな。僕はあのスライム殺してピコーンって鳴る音が好きなんで、ドラクエのボタンを押し続ける作業とか結構好きですけど、永遠に休みたい時は僕はあえてドラクエとかやってますよ、ピーって。まあだからあれパチンコしてる人と全く一緒で、あれ仕事でやってる人一緒だなと思うんですけど、まあ、結構ハンダ付け好きですよ。だからハンダ付けで無心になれる、そう無心になれるみたいな、なんか朝ジムで走るみたいな、朝ジムで走るみたいな。俺なんかやってたな、この間それ。何でしたっけ、ハゲでしたっけ、何でしたっけ。違う、なんかなんかルーチンでこれやってる時すごく無心になれる。無心になれる。あれボルダリング全体、あ、あれだ、肉磨きだ。あ、肉磨き、なるほど。なんかね、無心になれる。無心になれる。そう、あ、わかるわかる。でその後なんか、まあでもその無心になる作業が他人に評価される、しかも、うん、あそれいいんですよ、結構いい。だからね、パチンコより違う方向に行った方がより、うん、クリエイティブだし、あの精神的なこう満足度が上がると思う。誰だっけな、この昨日かなんかどっかで、トライアスロンとかもそうだった。あ確かに確かに、昨日も記事で、あのザッカーバーグもビル・ゲイツも夜皿洗いするのが好きって書いてありました。それも全く同じ理屈だなと思って、うん、でもまあできればそういう作業が人に感謝されて、
称賛される方がより精神衛生上いいかなっていう。だから僕はトライアスロンやるし、トライアスロン完走するとみんな褒めてくれるし、確かになんか気持ちいいし体重落ちるし、肉は磨くとやっぱりみんな褒めてくれるし、なんかできたものをカツサンドとかにすると美味しいし、僕はよくスライム殺してますけど、ゲーム記事書くときにしか役に立たないですからね。ゲームについて聞かれるときにめっちゃ語れるのはゲームやってるからって、そこ役に立てていけるといい。だからなんかそっち方向に向いた方がいいんじゃないですか、誰かにね、あのシェアできるとか仕事になる無心さがあるといいですね。あ、面白いですね、でもそれほら僕は一応見せてるんだけどね、みんなに。俺も実況とかしようかな、今日もスライム殺しますピコ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 。え、でもヒカキンとかそういうのうまいですよね。ヒカキンはねうまいよね、パズドラですらめっちゃ面白そうにできるからね。でもあれやると無心になれないのかな、どっちなんだろう。作業自体は無心じゃない気がする、あれやってた。ヒカキンはね大変そうだったな、久しぶりに見たけど。最高、いつも大変そうですよね。500万人超えたらしくて、あ、でも最近毎日更新してないらしいんで。あ、そうなんですか。もう、毎日更新するのは辛いと思って、最近は辛いし、なんか無理やり上げるよりは1日置いてよりネタでやった方が楽しいっていう、なるほど、っていうことらしいです。そろそろ視聴率 10% ってことですね。じゃあ 5% か、まあまあ、でも全員が視聴するわけじゃないから、ね、まあでも相当な影響力らしい。そうですね、もうだから外歩けないって言ったもん。ああ確かに分かるもんね、ヒカキンさん悪いですよね。もうヒカキンはどんな変装しても分かるって言ってたから、まあ、分かるよね。分かりますね、確かに。虫になるっていう話も、まあ、それをあのこれ何ですか。あ、これ1個もらってもいいですか。どうぞどうぞ。はい、あ、スモーク、多分1回目かなんかの時のプロデューサーみたいなものをなんか今後はやっていけるんじゃないかっていう話もお伺いしていた気がするんですけども、プロデューサー、はい、お二人が考えてらっしゃるプロデューサーというのはどういうものなのかなと思って。あ、リスク取る人のことね。ああ、はい、あ、要はポジションを取ってお金を集めてきたりやることを決めたりして、はい、ちゃんと新しい仕事を作ってやる人のことでしょ。あ、はい、要は企画書を作る人ですよね、はい、これ、映画撮りたいっていう人ですよね。要はこれ最近ね、なんかこの対談が始まる前からちょっと考えてて、最近自分の本書き上げたんで、なんだろう、理解したことがよくあって、なんかどうもね、なんか西洋人のことを気にしすぎてる気がしていて、ほうほうほう、欧米化ってよく言うじゃないですか。でもヨーロッパとアメリカって超違うんですよ。だから日本人が考えてる欧米っていうのはアメリカとヨーロッパのいいとこ取りみたいな架空の概念を考えていて、欧米化しなくてはならないっていうことはね、幻想です。で、日本の研究って面白くて、大学はヨーロッパ式で、なんだけど資本の取り方はアメリカ式にしようとしてるから、もう完全に狂うんですよ。だってヨーロッパはヨーロッパ式があって、アメリカはアメリカ式があるのに、悪いとこハイブリッドにしたみたいになってて、で欧米は正しいみたいなこと言うから、欧米ってないからみたいな、欧米ユートピアだからみたいな、ないからって。なるほど。で、欧米ってユートピアなんで、だから幸福論とか言ってると、なんかいつまでたっても日本人って幸福になれないし、あの個人とか社会とかいう言葉も明治時代の発明品なんで、あんまりね、多分日本に合ってないんですよね。なんで江戸時代とかまで思い切って戻って、江戸時代って百姓だったわけなんで、100本もの仕事してたんだし、あと企画屋さんがいっぱいいて、で職種死ぬほどあったわけなんで、その方が合ってるんですよ、そもそも。でなんでちょっとね、脱明治しないといけないんだってことがよく分かりました。しかも脱明治、明治の時にやったことは大抵向いてなかったみたいな、大体向いてなかったみたいな。